いつも、寄っております。はい、長田小公園でございます。はい、ここはね本当に落ち着くよね。ここでぼーっとすること多いですけどね。はい、そうですね、今ねちょっとねここに来る間にですね盛大な野営をね受けましたある意味野営攻撃ね、はい、受けましたけれども、まあ以前ね空波は、野営なんていらなくねっていうようなね動画を出しました。まあ僕はねあの動画非常にこう批判いただいたんですけれども、僕が言わんとしていたことっていうのは、まあ野営はいい文化だと思います。はい、昔のねバイク乗りからすると、ピースサイン、から連なるね、まあバイク乗り同士の挨拶、いいよね、気持ちいいよね。なんで僕はねその文化自体は否定する気はさらさらないんですよ。さらさらないんですけども、そうですね本当にね、手を挙げるだけとか会釈するだけとかね、そういう軽い挨拶で、いいじゃないかと。あまりにもねオーバーアクションで、まあ言ってみれば危険な行為に及ぶようなことまでしてね、することではないんじゃないのかなと。でそんなことをしてまでやるんであればやえなんていらなくないんじゃないのと、いらなくねと、いうのがあの動画の趣旨ですが、まあそれがねやっぱり日本語っていうのはなかなか通じないものでね、いやどんな挨拶をしようが自由だろうとかねちょっとねやっぱり理解に苦しむようなことをおっしゃる方たくさんいらっしゃいましたけれども、今日はですねまたちょっと改めましてね今まあその時はね、もう僕まだ野営をしていた時期なんですけども、最近ね野営返してないんですよ本当に、本当に嫌になってきてね。でまあ改めてここでねもう一本野営に、関してね動画を撮りたいというふうに思います。ということでね、まああれもう何年前だったかな、もう何年か前にね出した動画なんですけれども、野営なんていらなくねっていうね動画を出しました。まああの時はね、まだ僕野営を返してました返してましたね。まああまりひどい野営とかねオーバーアクションの野営はやっぱり返さなくなってましたけれども、あの時まではもうまだ僕返してました。返してたんですけれどもね、やっぱりあれ以降ですね、まあ、あの動画についた、まあ、たくさんの、まあ、コメントっていうのもね、僕がこう野営を、したくなくなる、まあ、原因になりましたね。まあただね、この GSR 見ていただいたらわかると思いますけれども、空波の乗っているね、オートバイっていうのは5台、ともですねこのハンドルカバーというものがついておりますので、なかなかね、冬場は特に手を挙げて、お答えするというのは難しいございますので、どうかね、まあ会釈、まあ普通に出していただける方に関しては会釈で、軽く会釈で返させていただいてるんですが、まあ普通に出していただいている方はね、相変わらず、空波は何も、言うつもりはありません。はい、それに関してはね、ただやっぱりね、今ここに来るまでの間にね出してくれた、ライダーさん、はい、やっぱり走行中に、野営を出すがために立ち上がる必要はありますか立ち上がる必要あります？まあね、立ち上がった上で両手を離す必要はありますか それでさらにそれを全身がこう自分がこう棒立ち、ある意味ね、ある意味そのスキルはあるのかもしれないよ、オートバイに乗るっていう意味でね、スキルはあるのかもしれないけど、両手を広げて、あれ何なんだろう、野営のワイなの、野営のワイなのかな、両手をこう斜めにこうやって広げてね、ワイっていうようなね、形で僕に野営を出してくれたんですけれども、もうねちょっとねそれに関してはねもう呆れたとかね、まあなんかイラつくとかねムカつくっていう以前にもう笑っちゃったよ何それって、なんていうのかな、昔からバイクに乗ってるね、僕ら空波のような世代の人間っていうのはまあピースサインの世代ですよ。まああの頃は、そんなにこうね、派手なアクションで、ピースサインをするっていうか派手なアクションなのかそれ、まあやつはいなかったけどもね、まあ僕ね本当に一つ思うのはね、野営に取り憑かれてる人たちっていうのは一部いるんですよ。これ確実に、野営を出してそれに返して、
もらうっていうのに何か自分のこう価値観みたいなものを見出してしまうちょっとおかしな人こういう人たちって必ず一定数いるんですよね。でそういう人たちっていうのは、まあ、初めはオートバイに乗って、オートバイに乗った上でね野営をして、野営を返す、っていうことが、目的だったんでしょうね初めは。でそれが楽しいと、非常にこう返してもらえることが、自分にとって気持ちいいと、いうことでなんとか、返してもらえるような野営を出そうとするんですよねそういう人たちってで、それはじゃあ、どうすればいいのかっていうことですけれども、やっぱり、目立つ野営を出せば気づいてくれてそれに対して出してくれるんじゃないかと、いうですね、ある意味ねホットドッグ野郎っていうの目立ちたがり屋のことホットドッグ野郎って言うんでしょ外国では昔は、今言ってないのかな、はい、あのそういったような精神にどんどん変わっていって、初めはオートバイに乗って、乗ることが目的でね、で乗った上で野営をするっていうのが気持ちよかったんですけれども、そのうちですね、野営を返してもらうがために、それが目的のためにオートバイに乗るようになってる人たちってこれいるんですよね。まあ、野営が目的これはねもうね、意味が分かんないよ、わけ分かんないことになってるもんだってまあそれでね、非常にこうね、立ち上がったり、両手を離して、大手を振ったり、今の人みたいにあの Y っていう文字を作ってみたりそれとかね、この間なんかあのツイッターでね、僕がフォローしてる、ね、方が、ね、これもやえかみたいな感じでね、ツイッターで写真を晒してましたけどもね、あのこうやえ大好き、あのなんかこうサークル作りましょうみたいな感じで、あのなんていうのかな、こうプロフィールみたいな形でこう写真を上げてる人たちがね、そのなんかサンタかなんかの、あのコスしてね、やっぱり立ち上がってね、なんか両手を離してこうちょっと体傾けて C みたいな、わけわかんないさっきのやつが Y でさ、今度は C だからさ、これなんだこれ YMCA かみたいな僕らの時代の人間にとっては YMCA ってあのねそれかと思うよ。でもさ、正直言いますよ、正直言いますけれども、あなた方の、ね、しているものっていうのは僕は野営だと思わないですよそれだって完全に野営じゃなくてやべえだろそれだって完全にやべえやつだよ。あの正直に言ってあなたたちは野営をする人たちじゃなくてやべえやつらですよ正直そう思っちゃう、っていうかそうとしか思えない。で、まあ前回前出した動画でもね、空波は、まあ安全にね、安全な場所で、こう安全にね野営を出してくれると、いうことに関しては何も言わないと、何一つ僕は文句は言わないよと。それは非常にライダー同士の挨拶として、いい習慣だと思います。でも、正直ね、危険と思えるような行為を、行動でしてまですることが野営でしょうか僕はそいつらはやべえだと思います、はい、違いますか？僕はそう思いますよ。で、危険行動でね、そんなあの両手を離して Y の文字作って立ち上がって、野営をするなんていうのが、そんなことをして挨拶する必要がどこにありますかっていうか、それそもそも挨拶ですか？まあ、前回ね、野営なんていらなくねっていう動画でね、そういうような内容で僕は、話をしたんですけれども、それでもね、僕のその動画に対してね、そもそも人として、挨拶をされた以上返さないのはいかがなものかと、いうようなことを、言う人がね、いるんですよね。で
あの確かにね、まあ、例えばね、こう社会人としてね、会社に、出勤してね、うん、で、おはようございますおはようございますと言うっていうことは非常にこうやっぱりね気持ちがいいですし、おはようございますって言ってるのにね、ふんっていうこう顔を背けてね何も言わないやつがいたら、やっぱりそれはね、僕はどうかとは思いますよ。うん、ですので野営でも普通にね、安全に安全な場所で、こうね、例えば手を挙げていただけるとか釈放していただけるとか、そういったようなことをしていただくことっていうのは僕は、何一つ悪いと思っていません。うん、で、ただね、その人たちがやってるそのオーバーアクションの野営っていうのはある意味ね、こうすれ違いざまにだよ、廊下ですれ違う人に、まあ、例えばとある社員がね一人一人に全員にねコマネチ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 って言って歩いてるようなもんだよそれに対してコマネチって言われたのにこっちもねそれに合わせてコマネチって言わなきゃいけないのそれもしくはコマネチって言ってるのにおはようございますって言う、僕それは正直言いますけれどもそういう話だと思うんですよ、うん、ちょっと今ねどうしてもコマネチって言いたかったんで安全のために止まってやりましたけどもね、うん、僕はねそういうことだと思います。なので前の動画を見てもね、僕の動画に対して、僕に対してか挨拶をされてるのに挨拶を返さないっていうのは人としてどうかというようなことを言われましたけれども、あなた方のしていること特に僕がこうやめてっていうかその嫌いだと思ってる野営っていうのは正直行動でやるべきやる必要のない危険な行為ですよ。それをしてまでやるそれをしてまで出す野営のことです。はい、ですので普通に挨拶をされて挨拶を返さないということではないです。つまりね行動で危険なことをするっていうのは、まあ、なんていうのかな、自分その出す人も危険だけれども、ある意味ね、何か周りの人にも迷惑をかける恐れがあるってことですよ。はい、それを、その危険を犯してまでそんなオーバーアクションの野営っていうのは、する必要があるんですかね。正直に言いますけれども、そんなオーバーアクションのね、野営だったり立ち上がったり、両手を離したり、手を離して Y の字を作ったり、っていうのは、正直走行中に行動でやるのは僕は危険な行為だと思いますし、危険な行為である以上僕は迷惑の行為だと思いますよ。である意味迷惑な行為を、されたものに関して、こちらがおはようございますと、礼儀を返す必要ってこれあるんでしょうか。僕はないと思いますね。まあ、例えばですけれども、非常にちょっと例え汚くなりますけどもね、まあ、会社の前で会った時におはようございますって言うんじゃなくて唾吐くようなもんですよ。ペッて唾を吐いた人にあなたはおはようございますって返しますか。返さないですよね。僕それ当たり前だと思いますよ。はい、なので、そういったようなことでね、まあ、前回僕に対して、挨拶をしたのに対して人間として返さないのはどうなんだよって、聞いてきましたんでね、改めてここでねもう一つ、こうもう一回かお答えしておきたいなというふうに思います。誤解のないように、言っときますけど、コマネチってやるのが失礼ってことじゃないよ。僕はビートたけしさん大好きだからね、まあ、ちょっと例えで、出させてもらったんでね、言わせてもらいましたけどもね、うん、まあ、そうですね。あと、まあ、先日気になったものとしてはね、こう非常に危ない場所でしたよね。危ない場所で野営を出した、で相手が野営を返した、うん、でその後、その野営を返した方転倒してたんですよね。で転倒していたのを自分のこのバックミラーで、確認して、どう文字でねなんでって、書いて動画を出してた人いました。はい、お前のせいだろと思うんですけどねお前にも原因あるだろそれって、なんでじゃねえだろうと、僕はそういうふうに思っちゃいますよ、うん、ですのでね、まあ、野営の出し方、はい、それは、どんな風に挨拶をしようがそれは個人の勝手だろうって、言っていた人いましたけれどもね、まあ、それは勝手です。はい、どういう風に挨拶をするのは、まあ、その人の勝手ですよ。まあ、それで
いいです。でも、やっぱり、危険な行為に及んだり誰かに迷惑が、かかるかもしれない、形で、出す挨拶の形っていうのは、これは僕は、やっぱり、受け入れられません。はい、やめてほしいなと、正直、思うところであります。まあ、ですのでね、先ほど、立ち上がって、両手をこう斜め上に突き出してね、Y の字を作って、僕に野営をした人、あなたのは野営ではありません。はい、はっきり言います、やべえです。ほんとやべえよ、やめた方がいいよ。今あなたに会いたい。